こんにちは、ブログの川野宇田です。今日はブログの記事の外注って具体的にどう使えばいいんですかっていうご質問にお答えしたいと思います。先日私が実はブログの記事も外注できるんですよっていうお話しましたよね。で、早速ご質問いただいたんですけども、ブログの記事を外注するってどういうことって全然イメージができないと、そんなご質問でした。デザイン、ブログのデザインであれば外注するってイメージできますよね。でも記事を外注する、これどういうことって。で、このご質問いただいた方というのは絶対にですね、ブログを日記だと思ってます。もしくは商品紹介ばかりしています。だからこそブログを外注するということがイメージできないんです。ブログを日記だと思っている、もしくは商品紹介ばかりしている証拠です。なぜかというと、ライター、外注するライターさんって言いますよね。ライターさんはあなたが扱っている商品について全く知りません。あなたの会社で起こった出来事について全く知りません。当然ですよね。じゃあ何書いてくれんのって、そう思われるんですよね。ということは、普段から日記ばっか書いてる、商品紹介ばっかしてる証拠じゃないですか。有益な情報を提供するというところを忘れてませんか。私別の動画で何度も言ってますよね。集客できるブログっていうのは業務日報じゃないんですよ。商品紹介じゃないんです。社内で起こった出来事じゃないんですよ。読者さんにとって、ブログを見てくれる読者さん、読者さんたちにとって有益な情報を提供するんですよ。ブログを見てくれる読者さんにとって有益な情報を提供し続けているブログこそ集客できるんです。で、ライターさんにやってもらうとこというのはここなんですよ。外注する部分はここなんです。商品紹介や日記はあなたがやればいいんですよ。外注さんができるところというのはここです。じゃあ具体例一つ挙げたいと思うんですけども、例えば私は釣りが趣味ですので、釣り具のブログだとします。釣り具店の、釣り具のネットショップをやっている方のブログだとします。その場合に、じゃあそのブログに訪れる人っていうのはどんな人か。まず釣りに興味があることは間違いないですよね。釣り具店のブログに来るということは釣りに興味があることは間違いないんですよ。その中でもいろんな釣りがあります。ただし一つだけ言えることは、釣りに興味があるんです。何釣りに興味があるか分かりませんが、釣りに興味があるんです。じゃあ釣りに興味がある人ってどんな情報を求めてるだろうなって考えてみてください。店長さんってもうベテランかもしれません。釣り歴がものすごく長くて釣り大好きでベテランかもしれません。そういう人たちって結構見落としがちなんですけども、読者さんっていうのは初心者かもしれないんですよ。これから釣りを初めてする方かもしれないんです。で、そういった人たちにとって有益な情報を提供する、要は、仕掛けの方法、仕掛けの作り方とかポイントとかですね。例えばタイという魚がいますよね。タイ釣りをするにはこういう竿が必要ですよ。で、こんな仕掛けが必要です。ライン、糸の太さはこれぐらいで、針はどれぐらいの大きさのものを使って、餌はどういったものを使って、で、どういった場所に行けば釣れますよ。初心者のあなたでもこういった場所に行けば釣りやすいですよ。さらには時間帯はこれぐらいの時間帯が釣れやすいですよ。どういった釣り方をすれば釣れますよっていうことって知りたいですよね。有益な情報ですよね。で、こういったことを毎日更新してもらうんですよ、ライターさん外注に。で、このライターさん、じゃあ釣りのベテランじゃないとダメじゃないか、そうじゃないです。この人は別に釣りに関する知識は一つもなくていいんですよ。なぜならライターさんとても勉強熱心です。これについて書いてくれって言えば、それについて調べてくれますから。とても熱心なんですよ。
調べて書いてくれるんです。ただし一つだけ注意点があります。もちろんこのライターさんは信頼できる方じゃないとダメですよ。本当に中には、まあ、ごく一部の方ですが、適当に書いてお金もらって、適当に書いてお金もらってってやってるライターさんもいますから、そういった方ではダメです。なぜなら適当に書いて読者さんの信用を失ってしまうようでは全く意味がありませんよね、外注する。なのでライターさん信頼できることはもちろん大前提ですが、信頼できる方であれば釣りの知識なくていいんですよ。タイ釣りの仕掛けについて書いてくれますから、調べて、ちゃんと調べて書いてくれます。でこのようにですね、外注する部分というのはここです。ここ有益な情報を提供してもらうんですよ。であなたはたまにですね、たまに今日は何々が入荷しましたよって更新するだけでいいんです。なぜなら読者にとって有益な情報を提供してくれている人というのは店長さんなんですよ。別にこの人は実はこのブログ私書いてないんです、ライターさんに書いてもらってるんですよって言う必要ないですから、読者さんにとって店長さんが書いたブログなんですよ。なので読者さんは店長さんのことを信頼していきます。こんな有益な情報をこんなにもいっぱい提供してくれて、この人のおかげでタイが釣れたよって、そうした時にですね、店長さんがたまにさらっと本日は何々が入荷しました、ぜひご来店ください、 20% をキャンペーンやります、ぜひご来店ください、この人たちはまずそのセールストークを呼んでくれるようになっています。有益な情報を提供されているから。でもしこの人たちが釣り道具を買うなら店長さんから買ってくれるんですよ。このように外注、まあ、ライターさんを、まあ、使うんですよ。外注さんを使う場合は業務日報や商品紹介をしてもらうのではなくて、有益な情報、ここを提供してもらうというところです。ぜひ参考にしてください。どうもありがとうございます。